佐賀東高校サッカー部のコーチをしております中原です。今年は D2 リーグ優勝、 D1 昇格を目標に掲げています。その中でチームのコンセプトでもある状況判断とスキルの発揮をもとに攻撃的なサッカーを目指していきたいと思います。また1年生の時からこのような公式戦を通して試合ができる喜び、たくさんの運営スタッフの方への感謝の気持ちを持ちながら人として成長していき、たくさんの方々から応援していただけるようなチームを目指して、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。